皆さんこんにちは、リカの美発行堂チャンネルです。今日は初めての Vlog を撮ろうと思います。母とヘルシーランチを食べながら、これからのライフプランについてちょっと相談したりとか、母のお話を聞いてみたいと思っています。はい、ありがとうございます。母は20年以上自宅で料理教室を主催しているので、そのあたりの教室の開講のお話とかも聞いていきたいと思います。今日ランチに伺ったのは日比谷シャンテさんの地下2階に入っているヘルシーランチが食べれる茶屋さんです。メニューはこんな感じです。体に優しい、あ、マクロビね。おうおうおう、お手手が。お母さん何にする？私はこの C のスモークサーモンとアボガドのマクロビボールにします。すっごく美味しそう、野菜がいっぱいで。母のはマグロの頬肉です。私のもマグロじゃなくて、これはサーモンとアボガドです。本当は美味しいランチを食べながら母の話をゆっくり聞きたかったんですけど、ちょっと赤ちゃんが元気になっちゃったので自宅に戻ってきました。はい、なのでちょっとお茶飲みながらゆっくり、話を聞いてみたいと思います。はい、長男を出産して、まあ、次男を出産去年して、まあ、今育休中でちょっとずつ、まあ、落ち着いてもきたから、これからのライフプランっていうのを結構考える時間が増えて、まあ子供もいながら仕事も続けたいなって思ってるけど、まあちょっと両立をどうするかっていう時に、まあ一つ自宅で20年以上料理教室をやってるお母さんから、はい、今までそういう話を実は聞いたことがあんまりなかったから、料理教室立ち上げ秘話的なものをちょっと聞きたいなと思っています。はい、ありがとう。なんかそんな風にね思ってくれてすごく嬉しいです。料理教室をなんで立ち上げようと思ったかっていうのをちょっと教えてもらいたいかな。はい、あ、なるほどね。実は私はお料理教室を立ち上げたいって最初から目標を持っていたわけではないのね。あ、そうなの。うん、へお料理は大好きだったの。うん、でもう本当に学生の頃からお料理教室の先生の下でお勉強は続けていたのね。うん、で大学卒業した後に総合商社に就職をしたのね。うん、でその時は別にすごく結婚願望があるとかではなかったの。うん、でもだからといって総合商社で一生勤め上げるのはちょっと厳しいかなっていう中で、でもずっとやっぱりお料理っていうことは好きで続けていたの。でやっぱりあの当時今の時代と違って、個人情報がそんなに厳しくなくって、でおしゃれなコーディネーターの先生とかお料理の先生をこう拝見するにあたって、あ、この先生の下でお勉強してみたいって思うと、出版社に電話をすると、その当時はその先生の電話番号とかも教えてくださって、で本当突撃隊じゃないけど、直接先生にお電話してたの。でやっぱりそれは人のご縁で、それを受け入れてくださって、じゃあちょっとお勉強に来たらって教えてくださるような先生に出会えて、でそこからまずお勉強が本格的にスタートしたのね。でそれもまあお父さんと結婚して、でお父さんの赴任先に変わったりして、そこでもやっぱり情報を得ていい先生っていうところには本当に1歳になるかならないかの長女を連れても習いに行かせてもらっていたので、でその後あなたも生まれたりして関東の方に戻ってきて、でやっぱりその時もインプットはやめなかったの。いい先生があるって言えば、でもちろん子供を抱えてだけど、それをやっぱり受け入れてくださる先生が今にして思っても頭が下がる。でそっこうするうちに3番目の子が幼稚園に上がるか上がらないかっていう時に、よくお友達とかも遊びに来てくださっていて、でお昼ご飯の時間になるわけ、じゃあ一緒に食べてかないってお誘いするようになって、そしたらすごい作ってくださるご飯が手早く美味しいって言ってくれて、で
あのそのうちだんだんお友達が教えてって、うん、お料理教えてくれない、うん、って言われたの、うんうん、で私そんなまだ教えるなんて、うん、と思っていたら、うん、お友達がでもその都度、うん、手土産を持って伺うのも、うん、あの面倒くさいから、うんうんうん、あと材料費でも取ってくれた方がありがたいって言ってくれて、うん、 そうだね、そこがある意味お料理教室としての起点だったの。で今まで貯めていたことがやっぱり出せるタイミングがそこだったと思うのね、うん、でお母さん私も楽しくなって、うんうん、そしたらばやっぱり口コミで広まっていって、うん、でそこから本格的に、うん、じゃあお料理教室をやろうかなって。じゃあどちらかというと、うん、お母さんは自分が料理教室を始めたいから、うん、あの友達を自宅に呼ぼうとかじゃなくて、うん、周りの人に料理を食べさせて教えてほしいって求められたから始まった教室なんだ、うん、やっぱり心のどこかではね、うん、やっぱりお料理それだけ勉強していたから、うん、将来そんな風な形になったら嬉しいなっていう気持ちはやっぱりあったと思うの、うんうん、ね、うん、でもまだそれが具体的じゃないし、うん、でも結果的には一番最後の子が幼稚園に上がる時だったから、うん、子供にもあまり負担かけずに済んだし、うん、本当にやってきたことと出す時のタイミングとお友達の関係とか子供の年齢とかがやっぱりタイミングがすごく良かったんだと思ってる、ね、なんかすごい綺麗に全部噛み合わさってるなって聞いてて、うん、なんかね、うん、思った、ね、だから今みたいにこう YouTube とかインスタとかがない時代だったから、うん、情報を取るのも必死に取ってたことが無駄にはならないで、うんうんうん、あのアウトプットできるタイミングでできたのかなっていうのは、うん、今にして振り返ればすごく良かったかなって思ってるのね。そう、今って SNS とかを使って、うん、あの生徒さんって確保していくのが主流なのかなって思うけど、うん、やっぱ口コミで獲得していくならでは大変さってあったと思うんだけど、うん、うん、ねえ、ただやっぱり私の場合は、うん、とにかくお友達がお友達をつなげてくれたっていうのがすごく大きかったかなって思うのね、うんうん、で幸いなことに通ってくださった生徒さんは、うんうん、本当にずっと続けてくださってる方が多くって、うん、転勤とか親御さんの介護の理由でもうどうしても続けざるを得ない方以外は、うん、だから逆に言えば25年やってる中で、うん、ほとんどの方が今の状態でも続けて残ってくださってるのね、うんうん、でやっぱり一番マックスの時には30人くらいいらっしゃってくれたんだけど、うん、やっぱり私も毎日お料理教室をやるわけにはいかなかったので、うん、そういう意味では今の人数でこう落ち着いてるのかなって思ってます、うん、だから集客にあたっての苦労っていうことはあまり思ったことはないかな、うんうん、はい、まあ、でも集客は意外と、うん、そのまあお友達とかのおかげで、うん、なんだ続けて長く続けてくれる人が多かったっていうのはあったけど、最大30人って、うん、どうやって回すの？やっぱり今にして振り返ると、うん、結構やっぱり1回の生徒さんも多くなるし、うん、ちょっと今にして思えば大変だったかなと思うけど、うんうんうん、でもだからといってその時に生徒さんに不便かけたわけではないっていう自負はあるの？周りの人はもちろんお母さんそこはプロだから、うん、生徒さんたちは感じてなかったと思うけど、家族としては結構頑張ってたというか、うん、夫婦でどういう感じだったの？基本的にお父さんってお母さんの料理教室、うん、全面的に応援してくれてると思うんだけど、うん、そこも今自分が家族を持つことで、うん、自分の仕事も家庭も両立しつつっていう時に、うん、まあ、一番ね旦那さんっていうのがどういうサポートをしてたのかなとか、うん、そこも気になるんだなって、うん、あ、でもお父さんが言ってくれたのは、うん、私が自分の好きなことを、うん、職業として生き生きやっている姿の方が嬉しかったって言って、うん、むしろこう試作とかで作ったものを一生懸命評価してくれたり、うんうんうん、アドバイスはしてくれてこそ、うん、嫌だとか困るとか、うん、そういうことは一回も言われたことがない、うんうんうん、でもやっぱりキャパオーバーになってる部分はどうやらあったらしくって、うんうん、なんかお父さんにはちょっと余裕がないんじゃないのって、うんうん、ちょっとこうピリピリしてるんじゃないの、うんうん、っていうふうに言われたことがあって、うん、でそこで会って気がついたところはあったわね、うん、でもお家のキッチンを使うわけじゃない、うん、と家族とはどうしたって切り離せない環境だから、うん、その中で家族を巻き込んだり、うんうん、私がイライラしたりすると、うんうん、
それはやっぱり良くない、ね、続けづらくなるわよね、うん、だからそこは気がつくタイミングがあったかな。あ、無理してじゃないけど、うん、最大限まで教室の規模を、うん、まあ、増やしたから分かったことだと思うんだよね。何も手を抜かずにやってきてどんどん拡大していって、うん、まあ、それを頑張ったからこそ、うん、自分との限度じゃないけど、うん、お家とのバランスっていうのを気づけたってことかなと思った。本当にそうね、確かに。だから最初からちょっとセーブしてやりましょうとか、うんうんうん、人様が相手のことで、うん、いけないと思うの。やっぱり全力投球、うんうん、お母さんってあの、うん、まあ、自宅の料理教室以外でも、はい、なんかやってるじゃん。やっぱ一本柱って難しいなって思ってて、逆にそこの広がったのを、うん、どういう話だっけ、自分からやっぱ言ったのかなとか。本当にお母さんは全てタイミング、うん、人様のご縁がありがたくって、うん、もうそういうことを経過してきてるから、もうその段階で満足だった。今の状態でおうちレッスンをやれることで満足だったんだけど、うん、ある会社が、うん、その会社でアトリエを作ってお料理教室を作って、うん、先生を探していたんですって、うんうんうん、そしたらまたたまたま私がお家でやってるっていう噂を聞きつけてくださって、うん、そこの会社の常務さんがわざわざお願いに来てくださったの、うん、で私はもう長年ある意味家庭に入ってたから、うんうん、今更外に行くなんて無理ってちょっと尻込みしていて、うんうん、ところがそこでまたお父さんが、いや、こういうご縁ってタイミングってすごく意味があることだよって、うんうん、今だから外に出ていくチャンスもあるんだから、うんうんうん、やった方がいいっていうのを、私はどっちかっていうとこんな言い方したらいけないけど、うん、ちょっと渋々いやいやだった、うん、でも自宅も十分成り立ってるし、キャパオーバーだった、うん、大変だったことも多分味わってるから、うん、これ以上また開けたら怖いなって思うよね。 それは思う、うんうん、その通り。ところが、まあ、そうやって背中を押してくれたし、うん、じゃああまり負担にならない程度にっていう条件で始めさせてもらったのね、うんうん、そうしたらこれがとっても楽しかったね、うん、個人でやるのと会社っていう組織の中でやるのとのまた規模の違いとか、うん、それがものすごく新鮮で楽しくって、うん、だからまたこうマンネリじゃないけれども、うん、今この状態でいいやって思ったところにまた新しい刺激をポンともらったことで、うんうん、またちょっとこう一皮向けさせてもらったっていう、うんうんうん、本当にそれはありがたい経験でした。イベントとか出てたじゃん。あ、そうね。そう、あれはやっぱりそのね、大きい会社の中の先生ってやったのを、うん、からできたんだよね。そうね、そうね、何百人みたいな人の前でさ、うん、やったでしょ、うん、あのイベントはすごく覚えてる。自宅で料理教室をやってるっていうのはもう日常だったから、うん、それこそ当たり前にあった風景だったんだけど、うんうんうん、その大勢の人の前でイベントとか出てるって時に、うん、なんかお母さんすごいことしてるかもしれないって初めて思った瞬間かもしれない、うん、で本当に裏方さんたちも、うん、社員さんとか裏方さんも、うん、たくさんの人がそこの一個の方向に向けて頑張るっていうのもすごく勉強させてもらえたし、うん、その時にお伝えするレシピは全部もちろんお母さんが試作して考えて、うん、その時間内に何百人の人にも振る舞えるレシピを作るっていうのもすごいいい経験をさせてもらったかなって思います。だからやっぱりこう人のご縁でここまで来れたけど、でもできる中での努力はやっぱりしたかなと思います。そうだね、うん、まあ、私もね、長男産んだ時に止まっちゃったんだよね、うん、もう今はできることないなって思っちゃったけど、うん、確かにお母さんが言ったみたいに赤ちゃん抱えて、うん、そのなんかインプット、うん、あのいろんな教室回るとか、うん、それはもっとしとけばよかったなって思ったけど、うん、まあ、その分今の状態で始めたいなって思った、うん、今何から手をつけていいかっていうのが分かんなかったから、うん、なるほどね。そうそう、すごく一番大事なことは、うん、これを今しなくちゃいけないっていう風になって思ったら、うん、子供連れて負担かかるじゃない。そうだ、で楽しくなくなっちゃうんだけど、うん、あの時を振り返れば、うん、子供を連れても行かれる、うん、受け入れてくれる先生もいらして自分も勉強になるっていうのが、うんうん、楽しくって楽しくって仕方がなかった。とにかく大変だけど楽しかった、うん、だから表裏一体、うんうんうん、そうだね、うん、好きだけど、まあ、やっぱりね、努力して、うん、大変な思いもしないと、うんうん、まあ、それがきっと自信につながるし、うん、大勢の人の前でこう広める時にも、そういう自分が大変なことを乗り越えてるから、うん、あのこう怖がらずに挑めるよね、うん、
っていうのもあったで、やっぱり生徒さんとかね、お客さんにしてみれば、うん、その時間とお金を使って来てくれるわけじゃない、うんうん、そしたらそれの倍以上のことをお返ししなきゃいけないっていう、うんうん、ことはすごく思っていたの、うんうん、だから一生懸命頑張れたかな。なるほどね。うんうん、元々私はそのアイシングクッキーを人に結構プレゼントするのが好きだったんだけど、うんうん、まあ、自分でちょっと作ってみたいなっていうところから私も始まったんだけど、うんうん、あのそこを仕事にしようとか、うん、教室をできるかもって思ったのは、うん、やっぱりお母さんが、ね、うん、家でずっと料理教室開いていて、あのそういうことを見てたから、教室を自分で持ってみようっていう思いになれたんだよね、うん、なかなか教室を開くって、うん、人によってはさ、うん、難しいって、うん、もちろん当たり前に考えちゃうと思うのね、うん、なんか私なんかがみたいな、人に教えて資格があったとしても、うん、なんか教室開くってよっぽどのことだなってって思っちゃうんだけど、うん、そのライフプランを考えた時に、うん、一つ自分の、 あの別の道っていうのを考えられたのも間違いなく、うん、お母さんがやってたのを見てこれてたからだなってすごい思ってる、うん、子供を抱えていても、うん、自分の中でできる努力っていうことはいっぱいあるから、うん、今できることを一生懸命しておけば、うん、それが絶対実を結ぶし、うん、でお客様なり生徒さんが嬉しいわって言ってくれる言葉が本当に自分を支えてくれて、うん、あの頑張れる原動力にもなるんだけど、うん、結局やっぱり誰が一番幸せで嬉しいかってやれてる自分が嬉しいんですね、うん、でそれはすごくお料理を通じてそのお家の味になっているっていうのがものすごく嬉しいことなんですね、うん、それが張り合いでもあるんだけど、うん、でもそうやって生徒さんが思ってくれてるから続けてこれて、うんうん、でちょっとねお母さんこの1年ちょっと体調を崩してしまって、うん、ちょっと休校にしてもらった時期もあって、うん、それが終えて生徒さんの前に立てた時の、うん、あの感無量な気持ちっていうのは逆にもこれも一生忘れないぞって思えたの、うん、なんか誰かのためにとかじゃない、うん、やっぱり自分のために、うん、自分が一番幸せで嬉しい場所がここだったんだっていうのを気づかせてもらえたの、うん、だからこそ絶対力の出し惜しみとかしてはいけなくって、うん、やっぱり努力をしていればそれがどこかで人の縁となってつながっていったりすると思うのね、うん、でその時になんていうの自分の中で風呂敷がないことは出せないじゃない、うん、そうだね、うん、だから今はできないこうキャパシティの中で子どもさんがちっちゃいっていうこともあるけど、うん、でもできることも、うん、今の時にうちにいっぱいやっといて、うん、でそれが家族の負担とか子どもへの負担とか自分の負担になっちゃったらダメだけど、うん、でも頑張れてる時は楽しいはずだから、うんうん、それは今無駄な時間では絶対にないと思います、うん、やってきたことは一つも無駄にならない、うんうん、それが全部アウトプットの形で、うん、あのできると今だからこそ確信していることだと思います、うんうんうん、なるほど、うん、いや今日すごい勉強になりました。いえ、今日はありがとうございました。どういたしまして。お役に立てたら嬉しいです。はい、では皆さん今日の動画いかがでしたでしょうか。実際に、まあ、あの私と同じようにあの、まあ、子供を出産して育休中であの、まあ、これからのライフプランっていうのを考え直す方たくさんいらっしゃると思うので、まあ今日の母の話っていうのが一つ皆さんにも何か力になれて参考になれたら嬉しいなと思います。私もそうなんですけど、あの家庭と仕事のバランスって女性はやっぱりすごく難しいことだと思うから、でもなるべくその工夫して今までやってきた人の話を聞いて、まあいいところをしっかり受け入れて頑張っていきたいなと思います。最後までこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思っていただければ、せーの、グッドボタンを、また引き続き私の動画をご覧いただきたいと思っていただけたら、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。